エドワード・ウィリアム・バートン・ライトは、イギリスの技術者、実業家、理学療法士であり、武術家である、ヨーロッパ最初となる柔道の実践者の一人であり、バーティツの考案者として知られる。バートン・ライトは1860年11月8日に、イギリス領インド帝国のマドラス近郊のベッペリーで生まれた。父は、鉄道技師、ウィリアム・バートン・ライト、母は、 オーストラリアの牧畜家、政治家、ウィリアム・ホーロングの娘のジャネットで、9人兄弟の3番目の子供だった。出生時の名前は、エドワード・ウィリアム・ライトだった。一家は1880年代にイギリスに戻り、バートン・ライトは、フランスとドイツで教育を受けた。大学卒業後、鉄道事務員として働いた後、土木技師、測量士となり、エジプト、ポルトガル、 海峡植民地などにおいて鉄道や鉱山の会社で働いた。1892年4月より法的にエドワード・ウィリアム・バートン・ライトの名前を使用するようになった。1950年のインタビューでバートン・ライトは生涯にわたって五神術に興味を持っていたと語っており、それ以前のインタビューでも若い頃に世界各地で様々な格闘技を研究していたと、 述べている。1895年にアンチモンセイレンの技術者として神戸の EH ハンター商会に招聘されていた時、神殿不動流と行動管流の二つの流派を学んだ。1898年初頭にイギリスに帰国したバートンライトはこれらの武術を組み合わせてバーティツと呼ばれる独自の護真術のトレーニング方法を確立した。その後の2年間で イギリスのボクシング、フランスのサバット、ピエール・ビニーが考案した帽子ズラ感の要素も取り入れた。1899年、バートン・ライトは、ハウツ・ポーズ・アズ・エース・ o ロング・マンという記事を書き、様々な技を発揮する際に作用する力学の原理や、テコの原理を詳しく説明している。また、ザ・ニュー・アート・オブ・セルフ・ディフェンスという二部構成のエッセイを執筆し、 ピアソンズマガジンのイギリス版、アメリカ版に掲載された。バートンライトの記事の抜粋は、イギリス、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリアの多くの新聞に再掲載された。1900年、バートンライトは、ロンドン総法地区のシャフツベリーアベニュー67ビットに、バーティスツスクール・オブ・アームズ・フィジカル・カルチャーというアカデミーを設立した。このアカデミーでは、ご術や、 コンバットスポーツのほか、様々な理学療法を英語とフランス語で教えていた。クラブの会員には、兵士、スポーツ選手、俳優、政治家、貴族などがいた。その後数年間、バートンライトは、ご神術の披露会を数多く開催するほか、ロンドンのミュージックホールでトーナメント大会を開催し、バーティスクラブのチャンピオンが、 ヨーロッパの様々なスタイルの格闘家からの挑戦を受けた。1901年には、杖や傘を使って戦うバーティツの技を詳しく説明した記事を追加で執筆した。同時代に執筆されたコナンドイルのシャーロック・ホームズシリーズの小説、き家の冒険に登場する武術、バリツはバーティツのことであるとする説がある。1902年初頭、バートンライトはノッティンガム、 サンドリンガム軍事基地、オックスフォード、ケンブリッジ大学、ランカシャーなどでバーティッツの模範演技や大会を開催するグレートアングロイコールジャパニーズトーナメントツアーを開催した。1903年までにバーティッツクラブは閉鎖された。その後も個人的にバーティッツの開発と指導を続けていたとされているが、1920年代には理学療法に興味を持つようになり、 ご診術の指導をほとんどしなくなった。ロンドン各地に治療院を開設し、キャリアの残りの期間は理学療法士として働き続けた。彼の治療事業は通風やリウマチの痛みを治療するために様々な電気器具を使用していたが、ロンドンの医学界から疑惑の目で見られた。元従業員でビジネス上のライバルとなったウィルソン・レイがバートン・ライトを相手取って、 訴訟を起こしたことや、ベンチャー企業への投資の失敗などもあり、20世紀の最初の30年間に何度か破産手続きをする羽目になった。1930年から1950年の間のバートンライトの人生については、ほとんど知られていない。1938年以降、彼は、ロンドン郊外のサービトンのサービトンロード50番に、ある自宅で診療所を開いていた。 イギリスのホラー作家、ロバート・エークマンの1966年の自伝、アテンプティッド・レスキューの中で、バートン・ライトが有名な理学療法士で、柔道家と紹介されていた。バートン・ライトは、エークマンの大叔母の知人だった。1950年、バートン・ライトは、ロンドンの柔道クラブ、武道会の創設者である、小泉郡司のインタビューを受けた。 その年の武道会の会合で、バートンライトがヨーロッパにおける日本武道の先駆者として紹介された。1951年4月26日、サリーのキングストンアポンテムズにおいて90歳で死去した。バートンライトは生涯未婚で死去時は貧困の状況下だった。サリーのキングストン墓地の名前の刻まれていない他に埋葬された。 バートンライトの歴史的意義が認識されたのは1990年代後半になってからで、主にイギリスの武術カリチャード・ボーエン、グレアム・ノーブルや、その後に設立された、バーティッツ・ソサイティのメンバーによる研究によるものである。2004年、バーティッツ・ソサイティのメンバーは、バートンライトの武道における先駆的な業績に敬意を表して、バートンライトを検証するための資金調達プロジェクトを開始した。 2005年と2008年には、バーティッツ・コンペンディアムが刊行され、いずれも、バートンライトへのン示が記載されていた。2011年から、毎年、バーティッツ・スクール・オブ・アームズ・フィジカル・カルチャー・カンファレンスが開催されている。2011年には、バーティッツ・ザ・ロスト・マーシャル・アート・オブ・シャーロック・ホルムズが制作された。 2012年6月、英国人名事典にバートンライトが掲載された。ありがとうございます。